渡辺かなは、日本のファッションモデル、グラビアモデル。ダンスミュージックプロデューサーでもある、三とみとことが結成した、ゴーゴーダンサーチーム、サイバージャパンダンサーズのメンバー。かな、奏、かなえ、の愛称がある、大阪府出身。有限会社、クレメンテ所属。ジェリー、ナッツ、ブレンダー、スカワイなどのファッション雑誌の読者モデルとして活動し、2010年に、 ゴーゴーダンサーチーム、サイバージャパンダンサーズに加入した。チーム系のメンバーである。カナ、カズエ、カレン、カナエ2010年7月2日に開催された、ビキニナイト2010でグループ加入後初となるイベントを成功させた。2014年、インターネットラジオ、ブロック .fm にて放送開始した、楽屋裏ラジオに MC として出演。2017年2月10日、 初写真集、サイバージャポンダンサーズファーストフォトブックが発売された。実の妹である、渡辺川も、サイバージャパンダンサーズに加入しており、渡辺シスターズとして高い人気を得ている。また、インスタグラムの総フォロワー数が2人でおよそ121.2万人、ツイッターの総フォロワー数が2人でおよそ15.7万人に、上っている。2018年2月1日。 アベマ TV で放送されたインターネットテレビショッピング番組マジでやばいものが手に入る。カエルアベマ TV 社で渡辺川と共に販売バヤーを務めた。お笑いが好きで吉本新喜劇に出演することが夢だという。好きな食べ物はパスタ、シーフード、アイスクリーム。嫌いな食べ物はシイタケ、ネギ。趣味はダンス、カラオケ、下着集め。 部屋で裸で過ごすこと。体の好きなところは太もも、胸。東京オートサロン2017でのパフォーマンス。左が渡辺かな、右が妹の渡辺かありがとうございます。